ストイックだな。じゃあ、消すか。わちょっとさ気がつくと暗い教室に倒れていた。他のみんなも近くに倒れていたようで、徐々に目を覚めたくそ。はい、じゃあ次読んで、任ってみようか。お抜けは頭が痛くて、意識がはっきりしなかったが、はっと気づいて、廊下に飛び出す。ここはどこだあ、ダイナシーになったよ。ダイナシになったよ。ダイナシになった今 次メロコさん呼んで。ざっと見た限りでは教室や廊下の見た目は普段通っている学校っぽい感じで。でもこんな場所は校内。どうもこれダメだね。なかったとこれね。本当？はい次はおちゃん。あったと。はいはいはい。空間が広いのか音が反響して自分の足音がまるでいくつもあるかのように聞こえてくる。

けど、まさか本当に世界があると思ってなかったし、彼らい。誰なんだよ、マジで。自分の置かれた状況を飲み込んでいくにつれて、不安もどんどん大きくなってくる。おや、はりアちゃんを飛ばすな。でちゃん、こことこんなことは、こんなことなこと店長殺なまとは、こんなこ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 んなこんなことは、こ 窓から差し込む日差しが眩しくて目が覚める。<お>夢あったのか。格好いい。立ち上がろうとすると,とる足に力が入らない。いいね、ちょっとあのポエミにお願いします。ポエミ。ポエミ。手帳手帳両足のひどい筋肉痛は。あの迷宮校舎でひたすら逃げ続けたことの証拠なのに。困った。知りたくはないが。 自分自身の体が伝えるこの鈍い痛みが皮肉にもする夢だと思わせてくれない声高いポエミーだからいいねずるいずるいな僕たちは行方不明として捜索が行われるも見つからず一夜明けた朝学校で保護されたといういきさつになっていたうわ今まで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 

うんって書いてる。しかも待って、貝の公式書いてあるんだけど。青くんの机じゃんじゃこれ本当全然ワンちゃん僕の机説あるわ。本当だ本当にめっちゃ端っこだけど。貝の公式で店長に習ったしね。そうだよこれ。なんか貝の公式。ええこの。そうだよ。青くんここここだったんだ。僕オカルト部じゃないからオカルト部なところだけが若干ちょっと違うかなって感じ。青くんの机三個ぐらいあるわ。 待ってここにももう一個ある。全部。待って四個ある四個。結構いっぱいある。やばいパクんなって。どっか行ってくれるかな。山だいる山だいる。いやいやいや。やばい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 。こやばいも。目がいっぱいある目がいっぱいある。出てた出てたけどままだ早いんじゃないまだ早いんじゃないもうちょっとこうさ。あ待って。あ待って待って。あダウンかも今。はいえええ待って。

一回収するわ。違うあの行ったたって出てるから。あ、ナイスシュ、ナイスシュ。一回召集して一回召集して。いや、でももう一匹元気、もう一匹。はいじゃ入って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 。隠れて隠れてまた。もう待とう、トマトあいつらがいなくなるの待とうオッケー。オッケー。えでも戻んなかった。行くんじゃない？見ま見回ってればいいよ。目が三つある。目が四つある。目が四つある。 ちょっ待て何でだよなんでだよ距離感の詰め方が4つあるよなんで入れなかったいや入れたけど多分順に全員が入ってるところをあなるタイミングが見てたらいけるのかなありがとうありがとう今もういなくなったよいやもうちょっとだって早くなったよ絶対帰ってくるって

あの制作者の方からおめでとうございますって来てる多分そうなのすごいありがとうございます制作者友達なのいやコメントに多分いるコメントにいらっしゃるのわあすごいだねこんにちは本物ならばこんにちはありがとうございますありがとうございます神ゲーでした神ゲーですよ良かったよかった全員生存でねガチガチやったな今まで経験者がいるわけじゃ CV ピザ屋にしてもらうためにさ読んだ方がいいよ今回は 待たせてカンペを投げる。私もまだ読めるから、うん。お願いします。うん。ううっはっはっそこから。え、すごい演技力。演技力やば。さすがだ気がつくと。暗い教室に倒れていた。他のみんなも近くに倒れていたようで。 徐々に目を覚まし始めたおー,おーいメロコセンき、次の朝あ起き抜けは頭が痛くて意識がはっきりしなかったがはっ <laughs> と気づいて廊下に飛び出す <laughs> どこどこ <laughs> これは入ってる入ってるざっと見た限りではちゃんと見た限りではざっとざっとざっと見た限りでは教室や廊下の見た目は教室や廊下の見た目は 普段通っている学校っぽい感じだ学校といい感じだ学校っぽい感じ学校っぽい感じだでもこんな場所はこんな内になかったと思うつきあいあちゃんだよゃかった

帰ってくおい <laughs> もう進んじゃったよ進んたね。<laughs> 聞かえてくるわけ絶対内容頭入ってないて誰も任せろじゃ行くかどうこれナチードリンクナチードリンクの発音よ今キモかった私もなんかで、ね、そんな発音しなくていいのにね。 ほめててすなおにきに褒めてるそんなことそんなそんなことそんなのに急にきにどうしたはいということちょっといっぱいおわのなかみしがあの無言で メロコさんがミュートにしました。スピーカーを今。あ。<laughs> 僕もしまーす。<laughs>